こんにちは、かわいい着物チャンネルです。今日は振袖の帯を巻くときに短くて硬い帯があるかと思うんですけれども、その短い帯で帯を結んでしまうとさらに柄が作れる箇所が短くなってしまうので、今日は結ばずに仮紐で留める方法をご紹介したいと思います。それではご覧ください。まずですね、こちら振袖の帯になりますけれども、こちらが手ですね。手があって、ここに無地の箇所が始まるかと思うんですけれども、こんだけで、こちらがタレになります。長い方がタレになります。で、タレとこの無地のところですね、ここを持ちます。で、持ったら この線がですね、ちょうど左の脇に来るように合わせます。で、こういう感じですね。はい、で、こちらくるっと回します。で、このちょうど真ん中をクッと持って、この手の方ですね、手の方を左の肩の方に上げます。このようにして、で、ここが三角になるようにして、ここで一周ですね。で、一周巻けたら一度帯を締めます。で、その時にですね、今ここの下にこの三角のここありますけれども、ここをですね、親指で引っ掛けます。親指で引っ掛けてグッと引っ張ります。これで締まりますので、これで1周目です。で、ここですね、一旦ピンチで下止めておきます。で、次2周目いきます。で、2周目なんですけれども、ここでですね、振袖というのは帯の幅出しをしていきます。幅出しというのはですね、ここ今半分に折ってくるっと巻いたんですけれども、こちらの表になる方を少し広く出します。で、だいたいですね、背の高い人だと 4-5 センチで、背の低い人だと 2-3 センチぐらいですね、出すのがいいかと思います。で、ここ幅を出していきます。で、その時にですね、ここ同じ平行になるように気をつけてください。で、これで幅が出ましたので、後ろに回ります。後ろに戻ってきました。で、ここにですね、クリップをもう一度取って、先ほどと同じこの一番初めの三角のところですね、ここから降りてきてる、ここから降りてきてる三角のところに親指を引っ掛けて、もう一度グッと締めます。はい、これで2周しまう。はい、これで2周ですね。はい、これいつものようにですね、ここ45度このように上にクッと折り上げますね。折り上げて、いつもだったらこれとこれを結ぶんですけれども、結んでしまうと帯がですね、柄の作れるところが短くなってしまうのと、ここですね、デコボコするとがあるので、今日はここを仮紐で留めます。この線に沿って紐を当てます。で、こちらですね、前で仮結びします。
で紐なんですけれども、こう一度結んでですね、ここクッと手を当てて紐をクッと前に引くと、こんだけまた隙間が空くのでこう締めます。でこれをですね2回ぐらい繰り返すと紐がしっかり結ぶことができますので、このようにしてください。はい、で今こんな感じですね。でこのタレを下ろします。このタレを下ろして、ここの上に30仮紐をします。はい、この30仮紐もやはり少しきつくしてた方がいいので、一度結んだらグッと引っ張ってください。そうするとまた隙間がこんなに空くので、これを何回か繰り返してしっかり留めてください。でこちらの30仮紐の紐はこの帯の中にグッと入れて隠します。見えないように奥にグッと入れてください。はい、そしたらですね、後ろが今このようになってます。これでいつもの状態ですので、ここから帯を結んでいきます。今日は帯を結びませんけれども、帯が結び終わって完成した後にですね、こちらの先ほど固定した仮紐は取ってください。取って完成になります。はい、そうしましたら今日はここまでになります。結ばずに仮紐で固定する方法をご紹介しました。皆さんもこの動画を見てぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。